ポール・ソベエアレーナは、かつてカナダのケベック州モントリオールに存在した屋内体育施設である。当施設は、モントリオールの中心部であるローズモント地区2960年に建設され、収容人員4000名。施設の名称は、ケベック州の有力政治家であった、ポール・ソベエにちなんで命名された。また、モントリオールは、カルガリーと並ぶカナディアンプロレスリングのビッグ。 テリトリーであり、特に、ポール・ソベエアレーナは、ケベック州をテリトリーとしていた、NWF の中心工業施設として知られた。1975年5月18日、このポール・ソベエアレーナでアントニオ・イノキ、VS ・タイガー・ジートスインの、NWF 世界ヘビー級選手権試合が、開催されている。1976年に開催された、モントリオールオリンピックでは、 バレーボール競技の会場となり、男女の予選リーグの試合が開催された。なお、本施設であるが、1996年には取り壊されたため、現存していない。ありがとうございます。